はい、どうもおはようございます。おはようございます。スキンスイカの上皇と勝手に宮島アンバサダーの広重美奈子とみなごんです。はい、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日ね、ちょっと実は撮影初の雨、はい、いや、そうなんですよ。でも逆にすごくないですか？1年間ずっと撮影した中で今日が初めて雨っていうのも、うん、今までね、1回も雨降ったことなかったんですよ。ちょっと雨のね、いい宮島の良さっていうのを、ね、逆にね、はい、ちょっと伝えられてればいいかなと、はい、お願いします。教えてください。はい、行ってみましょうか。行ってみましょう、はい、じゃあ行きましょう。行きましょう。じゃあね、はい、早速ちょっと雨の宮島を紹介しようと思ったんですけど、はい、まず見てもらいたいのが、はい、もうチラチラっと見えてると思うんだけど、はい、宮島に新しく何かができました、はい、それは何でしょう？ですね、もう噂で聞いたんですけど、コンビニができたんですよね。そう、コンビニができたの、はい、うん、もうね、宮島で働いてるものからしたら最高。ちょっとおむすびとか食べたいですもんね。うん、そう、まあ、従業員だからね、毎日外でその辺で食べるっていうのもなかなか難しいので、はい、コンビニとかで買って持ってきたりとかね、うん、してたんだけど、もうここにあるから買い忘れとか平気。うん、間違いない。もう毎日カップ麺買っちゃってるよ。カップ麺ですか？カップ麺、もうここに蓄積されてる。宮島ってもともとコンビニがないで有名で、今年の何月だっけ、6月？6月9日って聞きました。6月の9日から、はい、宮島にはコンビニが誕生いたしました。おお、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。で、営業時間が、7時半から9時半です。結構ね、大盛況って皆さん聞いているようなイメージかな。でも絶対行きますよね。絶対行く、絶対行くから、うん、もう本当すごい売り上げになりますよね。どうなんだろうね。ただ観光客の方が行ってるの、はい、って言われたらちょっと自信ないけど。あ、まあでもそっか、せっかく来たなら牡蠣食べたいとかなりますよね、うん、ただ宮島にあるローソンってなんだろうって興味は湧くとは思うけど。確かに、なんか特別なものとか売ってるんですかね。私はなんか宮島とローソンのコラボとかないかなとかちょっと期待してますけど。ああ、確かに、ちょっと見てみる。え、見てみたい。なんか2階もあるし、でも色が青じゃなくてちょっと茶色いじゃないですか。それもなんかこう宮島とちょっとこう一体化させてるのかなとか思ったり。そうそうそう、電飾とかって宮島ってつけられなくて。そうなんですか。まあ世界文化遺産とかの兼ね合いだったと思うけど、景観法っていう法律が厳しくて、宮島のなんていうの、街並みを崩しちゃいけないみたいなで、電飾系は入れられないの。だからローソンのあの青い看板ドンみたいなのは入れられない、はい、そもそもなんで今までコンビニって宮島になかったんですかね。なんでだろうね、それ不思議なんよ。実はなんでだと思いますか。予測だけど、コンビニに物を搬入するの大変じゃん。あー、そっか、毎日ですもんね。だって宮島に船で荷物運ばないといけない。あー、そっかそっかそっか、その辺だと思うけど。なるほど。じゃあ今頑張って毎日搬送してるんですね。そう、多分宮島の人もみんな便利になったって言ってた。確かに宮島の人も、うん、よし、じゃあちょっとこのまんま行ってみましょうか。はい、行きましょうか。はい、ここにね、ローソンが。はい、うん、すごい、なんか可愛いレトロな雰囲気ですね。そうそうそう、さっき言ったように電飾系の看板じゃないからすごいいいよね。でも ATM とかあるの便利ですね。相当便利になった、ね、本当に便利。ちょっとお茶だけでも買ってこようかな。はい、私も買っていいですか？確かに ATM とかなかったのか。そう、今まですごい。やだ、こっちだ。いや、じゃん、コンビニ。じゃん、コンビニ。コンビニ、コンビニでジュースとおにぎり買っただけで喜べるって幸せだね。幸せですね。いや、雨でもね、多いよね。うん、まあ雨ならではの良さを気がつけばいいっていうことですよね。雨でね、やっぱ観光地だから雨だと見れるところが少なくなるのは仕方ないんだけど、はい、まあ、見方と楽しみ方って実はあってね、はい、雨でしか見れない景色もありますもんね。そこなんよ。おー、それはまあ、ベテラン上皇さんの。ここ見て、ここ、はい、ここから店の山。お、ここから店の山。すごいな、霧が出てますね。かっこいいでしょ。かっこいい、うん、実はね、船から見るのもすごいいいし、うんうん、あとは、まあ、この海岸通りから見るのもいいし、桟橋あたりから見るのがすごい綺麗だね。よくない？かっこいい。ここ見て、ここかっこいい。これいいこれ晴れの日に見れないから、ね、いや、確かに。
かっこいいですね。これを写真に収めるのが、え、撮っていいですか？もちろんもちろん。ね、あの雨の日の楽しみ方っていうのはね、意外と外になかなかみんな出たくないだろうけど、はい、外で景色を見るっていうのはやっぱ醍醐味よ。うん、うん、今までそんな思ったことなかったですね、こんな景色が見れるなんて。まあ濡れちゃうからね。そうですね。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとね、雨の景観をちょっとだけでも見せれたかなと思うんだけど、はい、うん、さっきまでの雨何だったんだっけ。いや、一気に私たち一番ピークの時に撮影してましたね。そう、やべ、しかもおる。今日雨のね、宮島の良さっていうのをちょっとでも伝えられたらなっていうところがあったので、はい、いい景色が撮れたかなとは思ってます、うん、いいと思います、はい、あとはね、はい、宮島のね、ローソン、宮島に来たらちょっとね、立ち寄ってみてください。はい。